1910年代初めのトム・ブラウン。トム・ブラウンは、レッド・ブラウンという通称でも知られた、初期ニューオーリンズ・ディキシーランド・ジャズのトロンボーン奏者。ウッド・ベースについてもプロの演奏家であった。トム・ピー・ブラウンは、ルイジアナ州ニューオーリンズのアップタウンに生まれた。弟のスティーブ・ブラウンも、優れたプロの演奏家になった。ブラウンは、パパ・ジャック・レイニア、フランク・クリスチャンのバンドに、 トロンボーン奏者として参加した後、1910年頃にはリーダーとして自分の名を冠したバンドで活動するようになっていた。ブラウンのバンドは当時地元でホットラグタイムとかラッティミュージックと呼ばれていたスタイルで演奏をしていた。1915年初め、ボードビルのダンサーだったジョー・フリスコがブラウンのバンドの演奏を聴き、バンドに入りのイ州シカゴでの仕事を紹介した。 1915年5月15日、トム・ブラウンズ・バンド、フロム・ニュー・オーリンズは、シカゴのクラーク・ストリートとランドルフ・ストリートの交差点に新規開店した、ラムズ・カフェのオープニングを飾ったが、この時のメンバーは、コルネット兼マネージャーが、レイ・ロッペス、トロンボーン兼リーダーが、トム・ブラウン、クラリネットが、グッシー・ミューラー、ピアノ兼、ウッド・ベースが、アーノルド・ロヤカーの、ドラムスが、 ビリー・ランバートだった。シカゴに移った後、グッシー・ミューラーは、バンドリーダーのバート・ケリーに雇われて、バンドを去り、その後釜には、ニューオーリンズ出身の若手クラリネット奏者だった、ラリー・シールズが入った。ブラウンのバンドは、当時まだ、ジャズと綴られていた、ジャズを演奏しているとして言及された、歴史上最初の存在であったようだ。ブラウンによれば、 バンドの人気が出始めた頃には、シカゴの地元ミュージシャンたちの労働組合が、組合に加わっていないよそ者からなる彼のバンドに、反対して、ピケを張ったこともあったという。ピケ参加者たちが掲げたプラカードの中には、ブラウンのバンドを、ニューオーリンズの売春地区であった、ストーリービルに結びつけ、悪名高い低俗な生活を連想させようと、ドンとペイトライズディスジャスミュージックと書かれたものがあった。 このジャズという単語には当時は性的が範があった。しかし、このプラカードの言葉は意図されたものとは逆の効果をもたらし、ジャズミュージックとはどんなものか、公の場でどうやって演奏できるのか好奇心を持った人々がさらにたくさんやってくるようになった。ブラウンはこの言葉の宣伝効果に気づき、自分のバンドをブラウンズジャズバンドと称するようになった。 当時のシカゴの新聞広告には、ブラウンズ・ジャブ・バンドや、ジャド・バンドとバンド名を記している例が近年になって確認されており、レイ・ロペスが後年の回想で述べた、ジャズが当時はまだ新聞に印刷するのがはばかられるほど乱暴な言葉だったので、バンドメンバーたちは辞書を送り、ジェイドのように印刷できる、似た言葉を探した、という話が裏付けられた。後年、ブラウンは、 しばしば自分のバンドが北部へ向かった最初の白人ジャズバンドだったと繰り返し述べた。ブラウンが言葉を選んでいることからわかるように彼はオリジナルクレオールオーケストラがジャズを演奏しており自分たちに先んじていたことを承知していた。トム・ブラウンズバンドは4ヶ月ほど滞在したシカゴで成功を収めた後ニューヨークへ移りさらに4ヶ月演奏を行った後 1916年2月にニューオーリンズに戻った。ブラウンは戻ってすぐに改めてシカゴへ赴くため新たなバンドの編成に着手した。この新しいバンドにもラリーシールズが参加することになり、10月末にはオリジナルディキシーランドジャズバンドとクラリネット奏者を交換する話がまとまってアルシダヌネス、アルシードヌニエスがバンドに加わった。しかし、 1918年にブラウンとヌネスはニューオーリンズのドラマー、ラグベイビー・スティーブンスと共にバート・ケリーのバンドに加わることになり、マンハッタンのライゼン・ウィーバーズ・カフェにおけるオリジナルディキシーランド・ジャズ・バンドの一時的な大役としてニューヨークへ向かった。ニューヨークでブラウンはフリーランスとして地元の様々なダンスバンドやノベルティバンドのレコーディングに参加した後、 ハリー・ヤークスのバンドに加わった。1920年初めには、アルシダのネスが、ヤークスバンドに後から加わった。トム・ブラウンは、ジョー・フリスコや、エドウィンのボードビルの一座に加わって、演奏をすることもあった。1921年の遅い時期に、ブラウンは、シカゴに戻り、レイ・ミラーのブラックホワイトメロディ・ボーイズに加わり、さらに数多くのレコーディングを行った。 当時、ブラウンは弟スティーブと共にダンスバンドの共同リーダーも務めていた。1920年代半ばに、ブラウンはニューオーリンズへ帰郷し、ジョニー・ベイアーズ・ドーファーやノーマン・ブラウンリーのバンドと共に、数は少ないながら優れた録音を残した。大恐慌の時代になると、ブラウンは音楽からの収入を補う副業として、ラジオの修理を手掛けた。 ブラウンはニューオーリンズのマガジンストリートにレコードや中古機器類を扱う店を開店した。また地元のスイングバンドやダンスバンドでウッドベースを演奏した。1950年代になってトラディショナルジャズへの関心が再び盛り上がるようになるとブラウンは様々なディキシーランドバンドに加わって演奏したがその中にはジョニー・ウィックスのバンドも含まれていた。 ニューオリンズのあるテレビ局は、ブラウンとニックラロッカーを招いて、ニューオリンズから北部へとジャズが広がった初期の頃の話をさせる企画を立てたが、この番組が始まると間もなく、この二人の老人たちは、口論になり、拳を振るう喧嘩にまで至った。トム・ブラウンの最後のレコーディングは、その死の数週間前に行われたが、この時ブラウンは、すでに歯も義式もなかったにもかかわらず、 それを感じさせない演奏を残した。ブランはニューオーリンズで没した。ありがとうございます。